今回紹介するのはこちらです。トミカのショールーム、トミカ製品を何円以上か買うともらえたやつです。これだと普通に販売すればいいのにと思いますけどね。結局出ずじまいで終わりですかね。では開封してみます。チラシが入ってます。どんどん広がるトミカタウン。外観はこんな感じです。では開けてみます。開けてみましたが特に何もないです。トミカのショールーム、中はこんな感じです。いろいろ絵が飾られてますね。日産エクストレイルの指揮者が飾られてます。そしておなじみ T 君が万歳します。こちらは乗用車が乗ってます。特に車種はないようです。こちらにはトミカのポスター、これいいポスターですね。普通に販売していいと思います。テーブルがあります、まあ、商談するんでしょう。植木もあります。上は天井です。でサイドは、あ、さっきの車が見えてます。細かいですね。ちゃんとつながってます。そしてここにもポスター、デビューと書いてありますね。これどっかで見たことありますね。あの三ツ矢サイダーなんか買うとねもらえる袋になんかこういうのあったと思います。そしてこっちです。おしゃれですね。ガレージ風です。トミカ、トミカ140、あ、国道のナンバーがトミカのシリーズのナンバーになってます。ウィッチーズはフェバリット、トミカ、トミカは1970年から始まったんですね。そしてトミカのタイヤ、こっちも同じですね。ちょっとあの色が反転してます。メーターみたいなものがあります。トミカちょっとですね。こっち側もさっきの乗用車が見えてます。そしてニューっていうポスターが貼ってあります。緊急車両や工事車両の人気車種ですね。本当はねこれを使って中にミニカーを飾れるとよかったんですけどね。どうもそういう使い方ではないようです。本当にトミカのショールームです。これをそのままビルドシティのところにガツンとはめるわけです。ここね見に変えてもしょうがないですしね。もう少しね背景が見える感じにしたかったです。こういう感じに、こういう感じに見れるとよかったんですけどね。これだと変かな。あ、これでも全然おかしくないですね。ただこうやって飾るもんではないようです。惜しい、実に惜しい。まあ飾るならこうですね、やっぱり。というわけで今回紹介したのはトミカのショールームでした。